観客の方が近くにいるのを感じられて、まあ、なかなか日本でも海外でもあまりないような雰囲気があったので、なんていうかその中で、まあ、いい走りを見せたいなっていう気持ちは高めることができました、まあ、練習は良くてもレースになると硬くなってしまうということが最近続いていて、まあ、今日もそういう感じのレースになってしまったかなと思うので、まあ、そこは今後もう一回その、まあ、自分らしさっていうのを見つめ直す機会にしていきたいなと思います。まだその、まあ、なんていうか決意の部分ではすごくもっと理想の部分は高くて、まあ、いろんなやりたいことはあるんですけど、今はそこに伴ってない部分が多いので、なんていうか逆にそういうプロっていう肩書きに変わることで、そこに、まあ、自分が合わせていかないといけないなっていう部分が今は大きくて、まあ、もうなんていうか決意がこう固まったからプロっていうよりは、決意をより固めていくためにプロになったっていうような部分が大きいです。グランプリ種目が、まあ、金栗記念であったり、まあ、いろいろ狙っていかないといけないレースが、まあ、このあと続くので、その前に一度自分の感覚を知るっていう上で、まあ、ランクとか関係なく、その
その、まあ、順位とかタイムとか気にせずに走れるレースは1回入れておきたいなっていうのが、やっぱり世界陸上が、まあ、今年は一番狙いたい大会だなと思っているので、まあ、そこでしっかり合わせられるように、まあ、一つ一つ地道に頑張っていきたいなと思います。